うもこんにちは、歴史くんでございます。江戸時代の謎謎判じ絵に挑戦。さあ今回第3弾です。今回はもう難問らしいですね。くくりとしては東海道53次の宿場町ということでトライしてみようと思います。では行ってみましょう。まずはこちら、桑となんだ奥のなんだ、桑ナッパじゃね、桑な、おっしゃーおっしゃーナッパだよね。なんだよなってことはね、その手は桑なの焼きハマグリっつってね、江戸時代に流行ったね、あの流行語ね。よっしゃー、じゃあ続いていこう。高下駄、下駄が半分、下駄が半分、なんだなんだ、これだって切り取ったらゲゲかタタでしょ。うわーこれ難しい、確かに。でもなんか いけそうな感じはするのにな。うわヒントください。2本の刃がある下駄、あこれそっか、別に切れてるわけじゃないんだ、半分にしてるわけじゃないんか、普通に下駄が下駄ってことか。やばい、これもう2問目なのにめちゃめちゃつっかえてる俺。2本の歯がある4つの下駄、に、は、し、に、あーそういうことか、そういうことか、あーそう、あーいけたよ全然。うわーゴールは三条大橋でって思ってたけど、スタートも入れていいってことね。日本橋はそうだよな、53次の。いきましょう次、これ答えられたな、まあくそ。えっ、OK でしょ、オッケーっぽいね、オッケーっぽい。で、ザルかな。で、下何これ、これをなんて表現するんだ当時の人は。表紙、一番上は何ですか、岡持ち、あー家康の生まれた場所、岡崎行ったよ、岡崎城も大樹寺も。よし次答える、王将に鶴、これはなんかシンプルじゃない、なんかそんな響きのあったよな、おうつ、大津よっしゃ、滋賀県大津市ね、大津城もあったね、関ヶ原の戦いの時に京極高次が籠城して立花宗茂とかを食い止めたっていう。よし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 、次行きましょう。内出の小槌みたいなのがたくさんある、これ何、たくさんをどうやって表現するんだろう。意外と出てこないもんだな、この53次ってなんか馴染みありそうで普段接すること少ないんだろうな、これな、出てこないな、なかなか。そっちから逆算でいけるかなと思ったけど、ちょっとヒントください。あ、この集まりは山ってこと、土山なんてあった、あ、土山どこ、土山って、あ、甲賀市にあるの、あ、水口の手前、水口はね、水口城って徳川家光の京都に上洛する時の宿場町として作った場所がありましたけど、その手前ね、土山、甲賀忍者の皆さん申し訳ございません、不勉強でございました。続いて何、あ、逆さになってるの、踊ってるよ、逆踊り、舞、舞坂、そういうことか、舞坂、遠富の国ね。いやこれは勉強になるわ。次お願いします。的、矢、壺、もういけそうじゃんこれ。槍、的でしょ、山、山がつく宿場町でどこだ、ヒントありますか。壺じゃない、亀、亀山、亀山、亀山か、三重県亀山市、亀山城行ったわ。京都も亀山っていう地名があったけど、明治時代になってね、お互いややこしいということで京都の方が亀岡にね名前を変えたりする、あの亀山城ね。悔しい、もう一発いきましょう。魚なんだ、俺魚の種類全然わかんないんだよな。魚がいて、のがあって、下、なんとかの下、あ、坂の下、あーなるほどね、まあ、坂下宿とかね言ったりする、三重県ね、これもね、亀山市。いやなかなか苦戦したな今回。
まずまあ東海道五十三次の勉強不足だったっていうことね。もうなかなか出てこなかった。いやーどうでした、皆さんできました？もうちょっと頭柔らかくして出直してきます。お疲れ様。